皆さん、本日は広島教区の女祭で被災者会社にご参加いただき、心より感謝申し上げます。これから始まる期間の中で、ヘルマン・ヨセフ、大西雄二女祭と、ヨセフ・久保裕樹新学生は、広島教区、アレキシオ・白浜水樹司教により、被災女会と女祭女会の恵みを受けて、広島教区祭壇と教育者の一員となります。ヘルマン・ヨセフ・大西雄二女祭と、ヨセフ・久保裕樹新学生の恵み、聖霊の豊かな子供を与えられるように、皆さんと共にお祈りください。それでは皆さん、お立ちください。入祭の歌、パンフレット3ページ、天は神の栄光を語りをお伝えでしょう。
天の御皆さんと共に。皆さん、今日、慈しみ深い神様は、広島教区のために、新しい司祭と、新しい助祭を与えてくださいます。この大きな喜びを一緒に祝い、分かち合うためにお集まりくださったお神様方、また、信徒者、信徒の皆さんに、心から感謝申し上げたいと思います。悪天候の中、今こそお見せくださいました。本当にありがとうございます。これから、除会式に臨む大西助祭と久保新学生が、神様の慈しみと恵みに見守られて、それぞれ司祭として、また助祭としての務めを立派に果たしていくことができるように、共に祈っていただければと思います。それでは皆さん、私たちの罪を思い、感謝の祭儀を祝う前に、心を改めましょう。全能の神と、Thank you.
神よ、あなたはご自分の民を導く牧者を与えてくださいます。前回に祈る心と勇気の霊を注いでください。このしもべたちがあなたの祭壇のふさわしい奉仕者となり、福音をひたすらに生き、その喜びを伝えるものとなりますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き、支配しておられる王子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さんお座りください。これより言葉の点で移ります。御言葉に応えて、パンフレット4ページ、主は我らの牧者、1番から4番までを歌いましょう。Thank you.
皆さんお座りください。ただいまより、御祭および祭祷会の儀に移ります。まず、御祭祷会候補者が呼び出され、候補者は首長の前に進んでいます。
そして裁判を代表する司会が候補者を広島教区のために助裁に除外してくださるように司教に願います。続いて司祭除外候補者が呼び出され、裁判の代表は候補者を司祭に除外してくださるよう司教に願います。候補者の選出の問答が終わり、司教から助裁許可の司教からの助裁許可の司祭の代表は神に感謝と答えます。それに従って皆さんも声高らかに神に感謝と唱えてください。助裁に除外される方は前に行ってください。広島教区ヨセフ久保祐樹新学生。はい。司教様、母なる教会はこの兄弟を助裁に除外してくださるように願っています。この兄弟は助裁にふさわしい人ですか？これまでこの兄弟を育み、生活を共にしてきた共同体の皆さんと助裁要請に関わってきた方々にご意見を伺った上で、この兄弟が助裁にふさわしいものであることを証言いたします。それでは主なる神と私たちの救い主イエス・キリストの助けによって、この兄弟を助裁団に加えることにします。神に感謝。神に感謝。除外される方は前に出てください。広島教区ベルマン・ヨセフ大西雄二助裁。はい。司教様、母なる教会はこの兄弟を司祭に除外してくださるように願っています。この兄弟は司祭にふさわしい人ですか？これまでこの兄弟を育み、生活を共にしてきた共同体の皆さんと司祭要請に関わってきた方々にご意見を伺った上で、この兄弟が司祭にふさわしいものであることを証言いたします。それでは主なる神と私たちの救い主イエス・キリストの助けによって、この兄弟を司祭団に加えることにします。神に感謝。神に感謝。これから司教様が司祭と助裁の務めについて講話を行います。助裁に除外される久保新学生と司祭に除外される大西助裁が、私と一緒に広島の司教官で生活するようになって約1年半になります。私自身が広島教区に来たばかりで、短い期間にふさわしい準備を整えることができなかったために、2人の除外式が
今日まで伸びてしまいました。それだけではなくて、私が進学校で長く働いていたこともあり、この1年半というものは2人にとっては進学校生活の幸いではなかったかと思います。2人にとって私は厳しい存在だったと思います。2人はビクビクしながらいつ首を振られるのだろうかという思いで生活を送られたのではないかと思います。二人の長所よりも短所ばかりに目が伸びてしまって、何度か呼び出して注意をしたこともありました。しかし二人は入隊時代とそれを受け止めて照明の道を歩いてきました。大西社祭は4年間も上り状況界で不採職を果たしながら、青年たちのために特によく働いてくれました。大西社祭は悲しむ人々に寄り添い、新しい感覚で語りかけ、キリストのもとに引き寄せ、人と人と友達としてつなぐ絆の人ではないかと思っています。この新学生はフィリピンで3年間の勉学を終えて広島教区に戻り、福山教会と呉教会で日本人のみならずフィリピンの信徒の方々のためによく奉仕してくれました。また地球館で食事がない時には私たちのために腕を振るって料理を作ってくれました。とても美味しかったです。この1年半の間に一緒に生活をしながら首を切ろうという私の考えが変わってしまいました。二人が地球館で一緒に生活してくれたおかげで、私は特に教育行事のために力強い助けをいただきました。そしてこれからも力の限りない私を支えてもらうため、今日神様に二人のそれぞれ司祭と助祭に助感してくださるようお祈りすることにしました。今から助会される大西社祭は広島教区で現在働いている教区司祭としては今日の20番目の司祭になります。そして小橋新学生が1年後に、わかりませんけれどもその後に続いていくことになると思います。やはり私たちはイエス様の素晴らしさを決して一人で伝え明かしすることはできません。広島教区で働いておられる神父様方、修道者、信徒の皆さんとこれからの力を合わせて、今日からそれぞれに委ねられる司祭の務めと助祭の務めを忠実に果たしていっていただきたいと思います。また今日の助会式のために集まってくださった広島教区以外の神父様方、修道者、信徒の皆さんが二人のために祈り続けてくださることを大切にしていっていただきたいと思います。福音の中で言われた誠の幸いに至る道を人々に言葉と行いを持って示し、現代社会の中で悩み苦しむ人々に希望を与え、
キリストの導き者となっていただきたいと思います。最後に自分の弱さや欠点を謙虚に認めつつ、人間の弱さの中でこそ働いてくださるキリストに信頼して、今日の第一朗読の中でパウロが宣言していたように、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなくて、主であるイエス・キリストを述べ伝えるものとして、生涯を忠実に全うしていただきたいと思います。それでは父母神学生とお見せください。これからそれぞれの務めを受けるにあたって、皆さんの前で約束をしていただきたいと思います。これから助祭、司祭に受戒される受戒者の約束に移ります。助祭に受戒される受戒者ヨセフ・ロゴ・ユーキ氏の教えは、教会の望みに従い、助祭としての務めを忠実に果たしていく決意を表明します。ヨセフ・ロゴ・ユーキ氏の教え、助祭団に出会われる前に、これからあなたに与えられる助祭の務めを受け入れる決意を、ここに列席されている方々の前で表明してください。あなたは私の安置と聖霊の賜物によって、教会の奉仕職のために聖別されることを望みますか。はい、望みます。あなたは司教と司祭団を成してキリストを信じる民を育てるために、謙虚な愛を持って助祭の務めを果たすことを望みますか。はい、望みます。あなたは人が述べているように、純粋な心で信仰の真理を保ち、福音と教会の伝承に従って、言葉と行いによってこの信仰を広げることを望みますか。はい、望みます。独身生活を受け入れる決心をしたあなたは、神と人々に仕えて天の国を目指すために、主キリストに自分を捧げる信徒として、この決心をいつまでも守りますか。はい、神の助けによって守ります。あなたは自分の生き方にふさわしい祈りの心を大切に育み、この心に従い、自分が置かれた場で神の民と共に、教会と全世界のために、教会の祈りを忠実に行えますか。はい、行えます。あなたは教会共同体の助けのもとに、貧しい人、苦しい人、助けを必要とする全ての人に、主の名において神の慈しみを示しますか。はい、示します。あなたは司教との絆の中で、尊敬の心を持って司教に従うことを約束しますか。はい、約束いたします。最後でキリストの御体と御血に奉仕するあなたは、絶えずキリストの模範に従って生活することを望みますか。はい、神の助けによって望みます。あなたのうちに良い技を始めてくださった神ご自身が、それを完成してくださいますように。続きまして、司祭に受戒される受戒者がヘルマン・ヨセフ・大西裕司助祭は、教会の務めに従い、司祭として務めを忠実に果たしていく決意を表明します。ヘルマン・ヨセフ・
大西祐二ください。地裁判に加わる前に、これからあなたに与えられる地裁の務めを受け入れる決意を、ここに列席されている方々の前で読んでいてください。あなたは聖霊の導きのもとに、主の御名を牧するにあたり、司教団の良い協力者となって、司祭団の一員として与えられた司祭としての務めを絶えず果たしますか？はい、果たします。あなたは福音を受け伝え、カトリックの信仰を表すことによって、神の言葉に奉仕する務めを誠実に果たしますか？はい、果たします。あなたは神を賛美し、信じる神を神に導くために、キリストの日々、特に感謝の祭りと許しの奇跡を、教会の伝統に従って、経験に正しく取り行いますか？はい、行います。あなたは、絶えず祈る御子の主のご命令に従い、自分に委ねられた民のために、私たちと共に民の憐れみを祈りますか？はい、祈ります。あなたは、教会、共同体の助けのもとに、貧しい人、苦しい人、助けを必要とするすべての人に、主の名において神の慈しみを示しますか？はい、示します。あなたは、司教との絆の中で、尊敬の心を持って、司教に従うことを約束しますか？はい、約束いたします。あなたは、私たちのために、ご自分を清い捧げ物として、御一式に捧げた愛されに、キリストに、日ごとに固く結ばれ、キリストと共に、自分自身を、人々の救いのために神に捧げますか？はい、神の助けによって捧げます。あなたのうちに良い技を始めてくださった神ご自身がそれを完成してくださいますように。皆さん、お立ちください。書生理の順番を行われます。パンフレット、5ページ、6ページをご覧ください。地裁と女裁の務めを果たすために、お役になったこの仕事たちに、天からの賜物を豊かに与えてくださるよう祈りましょう。主よ、憐れみたまえ。主よ、憐れみたまえ。キリスト、憐れみたまえ。キリスト、憐れみたまえ。主よ、憐れみたまえ。
権威におごらず、清らかで純粋な心を保ち、天に導いたわけ、正しい道を歩みますように。この人の生き方を通して、あなたの道が示され、神の民がその模範に習うことができますように。今、女祭の務めを委ねられたこの人が、清い良心を保ち、キリストのうちに深く目指し、無理なくとどまることができますように。こうして、この世にあっては、使えられるためではなく、使えるために来られた恩子キリストにならず、天においては、キリストと共に栄光に預かることができるのです。聖霊の交わりの中で、あなたと共に世々に生き、支配しておられる恩子と、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。これから女祭の聖役の着衣が行われます。最高専用はクレ教会のグレゴリオ・カボリ・ショウジ神父です。皆さん、これから神女祭に福音宣教を行う務めが与えられる印として、神の御言葉である福音書が披露されます。キリストの福音を受けなさい。あなたはこの福音を告げるものとなりますか。読んだことを信じ、信じたことを教え、教えたことを実行するようにしてください。続きまして、司祭除会式に移ります。司祭に除会される受会者のために、司教による安息が行われます。続いて、参列するすべての司祭による安息が行われます。Thank you.
続いて司教が受戒の祈りを唱えます。皆さんお立ちください。聖なる父、全能永遠の神よ、今こそ力を表してください。あなたは人間を尊いものとして救い、すべての恵みを分け与えてくださる方、万物はあなたによって育まれ強められます。あなたは祭司の神を形作るために、この神の中に聖霊の力によってさまざまな務めを担うキリストの奉仕者をお立てになりました。すでに旧約の時代から神の働きによって奉仕の務めは豊かになっていきました。あなたは神を導き聖なるものとするために、モーセとアロンを神の上に立て、彼らを助け、共に働く人々を神の中からお選びになりました。こうしてアラノにあって知恵に富む70人の人々に、モーセが受けた霊を分け与えてくださいました。彼らの助けによってモーセはあなたの神をよりよく導くことができました。またあなたはアロンの子孫にも、その父に与えられた満ち溢れる恵みを授け、生贄を捧げる祭司を数多く与えてくださいました。聖なる父よ、時が満ちてあなたは恩をよりお与えになりました。この方こそあなたから使わされた方、私たちが信じる大祭司イエス・キリスト。イエスは聖霊によって自らをあなたにお捧げになりました。そして人たちを真理によって聖なるものとし、ご自分の使命に預からせてくださいました。神よ、あなたはさらに人と共に働く人々を選び、全世界に救いの技を告げ、これを実現することをお望みになりました。主なる神よ、使徒から受け継いだ司教の務めを果たすには、力の足りない私を変えるに、かつてモーセとアロンになさったように、今私にもこの人を必要な助け手としてお与えください。全能の父よ、あなたに仕えることを望むこの人を地祭壇に加え、すべてを聖とする霊をあなたに注いでください。司教に協力する務めを授かり、日々の生活の模範によってすべての人を正しい道に導くことができますように。この人が司教団の良い協力者となり、その宣教の働きを通して福音の言葉が地の果てまで伝えられ、聖霊の恵みによって人々の心に祈りを結びますように。私たち司教と共に心を込めて奇跡を行うことができるように、こうしてあなたの神が洗礼を受けて新たな命を与えられ、主の直託で養われ、罪が許され、病の時には力づけられますように。主なる神を、司祭となったこの人が
私たち司教と心を合わせ、自分に委ねられた人々と全世界のために、あなたの憐れみを心から祈り求めるものとなりますように。こうして、すべての人がキリストのうちに集められ、一つの神となり、神の国の完成に預かることができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に世々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって。皆さんお座りください。これから被災者の中に進む祭服の着衣が行われます。祭服を着せるのは上りの地上界のペトロ・ファクトリー・ガイス弟子です。これから新司祭にミサを捧げる務めが与えられる印として、神の民の備え物であるパンと葡萄酒が授与されます。皆さん、これから司教は新しく除外された新司祭、新女祭と
平和の挨拶を交わします。祭壇にも兄弟の一員として迎えてもらえるよう平和の挨拶をします。祭壇の皆さんお立ちください。祭壇の皆さん、今除会されて誕生した大西新人祭と久保新女祭を皆さんの兄弟として迎えてください。これより感謝の典礼に移ります。奉納の歌としてパンフレット8ページはキリストの平和を皆さんで歌いましょう。
さるこの全能の父である神が受け入れてくださるように祈りましょう。聖なる父よ、御子キリストは弟子たちの足を洗い、私たちに模範を示してくださいました。私たちの使える心を受け入れてください。霊的な生贄として自らを捧げ、謙遜と忠実な心で満たされますように。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に。あっさりと共に。心を込めて神を仰ぎ。賛美を感謝を伝えましょう。聖なる父、全能永遠の神、あなたの神は今日、喜びに満たされて、感謝の祈りを捧げます。あなたは、お一人ごに聖霊を注ぎ、新しい永遠の契約を結ぶ大祭司とされました。そして、キリストの祭司職が、神の民の中に、いつまでも続くように、その民をキリストの祭司職の高みに上げてくださいます。また、キリストは、ある人々を選んで、友と呼び、安心によって、ご自分と共に仕えるものとしてくださいます。こうして選ばれた者は、キリストの名において、神の言葉を伝え、命の奇跡を授けて、心からあなたの民に仕えるものとなります。助祭と司祭は、すべての人の救いのために、キリストに倣い、自分の命を捧げるまで、信仰と愛の証となるよう招かれています。あなたを讃える天使と聖人と共に、私たちも、喜びのうちに賛美の歌を歌います。Thank you.
Thank you.
愛父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。義と使と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を頼りに、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。私たちと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。ただいまより聖誕拝礼に移ります。皆さんはしばしその場にお留まりください。お答えください。司祭が話についてから案内に従って拝礼の行列を行います。拝礼の中としてパンフレット9ページ主が手を取ってお世話をお願いします。
ておりますと、神の天の糧で満たされたこの御祭と御祭を捧げ、あなたの栄光を信じる人々の救いのために福音と奇跡と愛の技を果たす忠実な奉仕者としてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さんお座りください。これより司教より挨拶が行われます。まず今日の大西新司さんと久保新司さんの誕生日という大きな喜びを私たちに与えてくださった神様に親睦のうちに感謝を捧げたいと思います。神様に感謝、そして本日の除会式のために上空内外よりお集まりくださった神様方、そして修道者、修道の皆さんに心から御礼申し上げたいと思います。これまで2人のために祈り支えてくださった皆さんのおかげで今日の喜びをいただくことができました。本当に心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。特に大西新司祭と久保新司祭をお捧げくださったご両親とご家族の皆さんにお拍手を持って広島教育として感謝しております。使っていませんけれども、昨年の3月にはロイ新司祭の除会式を振り行い、また今年も大西新司祭と久保新司祭の除会式を振り行うことができました。これは何よりも候補者を迎えご指導くださった全員の広島教区長前田大司教様と広島教区の司祭団、特に2人の照明を経済的な支援を持って支え続けてくださった一流会の皆さんのおかげです。改めて感謝申し上げたいと思います。また今日の除会式を心よく引き受けて長い準備をしてくださった山口島根地区の司祭団、修道者、信徒の皆さん、特に山口教会の新司様と山口教会の信徒の皆さんに、そして今日素晴らしい聖書を歌ってくださった聖歌隊の皆さんにも心から感謝申し上げたいと思います。今日の除会式を準備してくださったすべての皆さん、本当にありがとうございました。大西新司祭と久保新学生の認知のことが気になるだろうと思いますけれども、お二人は今日からそれぞれ司祭として、司祭としていただくことになりますが、大西新司祭がこの4月から岡山教会を助言司祭として働いていただきたいと思います。久保司祭が司祭の会を目指して、まだ私と一緒に
も秘書官に住んでいますので講師をしてくださると思います。また来年の今頃司祭になれるように皆さんのお祈りをよろしくお願いいたします。大西新人祭と久保新人祭を後に続く新学生を紹介していただきたいと思います。もしもし。まずはこちらにいる新学生だけ紹介いたします。つい先日、選挙候補者に任命されました倉敷出身の三宅新学生です。で実際まで、3年ぐらいの状態です。その次がすぐ隣には安坂新学生 で去年入って今度2年目になります。三原教会出身です。その隣には伊藤新学生で同級生です。で緑橋教会出身です。ですから星野今度新学生になります。出身は、北海の方からなんですけれども、これからまた扱い師協会が出身地という形でお世話いただく予定になっております。その他にソウルの進学校で勉強しております、進学科来年おそらく女性になりますパク新学生がまだ学期中ですのでソウルの方におります。とまた続く新学生たちを望んでおりますので皆さんいろんな形でよろしくお願いいたします。証明担当の森崎さんと竹内先生様でしたけれども、今はありましたように、年の生活生の次の生活生活なんかがまだ見つかっていますと、毎年言ってますので、勇気を持って働いていただきたいと思います。一緒に視聴会に、すみませんが、本当に皆さんどうもありがとうございました。これから新司祭と新女祭に花束が贈呈されます。お二人どうぞご覧ください。
実はちょっと準備してたんですけども、すっかり本当に真っ白な状態です。実はもう一人、僕は今日、私の兄に来てもらう予定でしたが、まあ、3年前に亡くなって、でまあ、そのために兄が好きだった歌をちょっと演奏しました。3年前に一人の兄を失いましたが、今日、助会の指摘を通して、ここにいらっしゃるこんだけの多くの兄弟、姉妹を神様が与えてくださったと、本当に助会の恵みの素晴らしさ、またね、一緒における兄弟の素晴らしさというものを実感させていただきました。何かについてしまう。本当にありがとうございます。ちょっとパンフレットの方では鹿児島教区となっていましたが、今後は中広島における新教会として、プレ教会の皆様にこれからお世話になると思います。これからも見捨てずによろしくお願いします。それから皆さんの司祭教会を目指した私が進めるように、力強いお祈りをよろしくお願いいたします。続いて、司祭に任命されたヘルマン・ヨセフ・大西雄二新司祭の挨拶です。まずはやっぱり、私のことを愛して、海、慈しんで育ってくださっている神様に感謝したいと思います。また、その神様のこの世でも働き者として、私のことを敬意で育ってくださった白浜市長様に感謝いたしたいと思います。また広島教区で私のことを受け入れてくださった広島教区の神父様方、特に行政担当者の小木神父様、小井神父様、井神父様、感謝いたします。一般的な教区スタイル大体6年で除会まで行くんですけれども、私はなんと12年かかっております。養成期間が長いということは、教育されている期間が長いということは、その分だけ許されて引退してもらったということだと思っています。私は一般的な神父様たちよりも2倍許されて引退していただいた、そうやって育てていただいたと思っております。ですから私もこれから出会うすべての人たちにその思いで関わっていきたいと思いますし、私も2倍じゃ面白くありませんから、私は4倍、6倍とどん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 引退強く多くの人を受け入れていきたい、そう思っております。ありがとうございます。なんだか不思議な挨拶になりましたけれども、皆様本当にありがとうございます。特に、どこから行っていいのやら。じゃあ、父と母。ある方が除会式は母の日だよって僕に教えてくださいました。ここまで育ててくれたこと、また特に12年かかってますから、まあ、自慢じゃないんですけど、すごく困難だったことがたくさんあると思うんですけれども、その中で母の言い方だと、もう私はいいことになるように祈ると、あなたの証明があるのかないのか、司祭になってほしいとか、違う道に行ってほしいとか、そういうためではなく、神様にとっていいことになるように祈りますと、母はそう言ってずっと祈ってくれていました。その姿にやっぱりこう突き動かされるものがありましたし、このままではいかんなと、きちんとしなければならないなとたくさん思わされました。また父は、私が進学校に入ってから
洗礼を受けてくれました。1年目が終わった年に洗礼を受けてほしいと直接言って、じゃあと言ってきて、まあ、勉強し受けてくれました。その父ですから、とってもその信仰を私に依存していると言ってもいいでしょう。私がもうダメかもしれない、この道やっぱり続けられないかもしれない、なんだかこう捨て腐れて拗ねているときに一言だけ、お前がやめたらわしの信仰捨てるぞって脅しみたいな、その信仰どうなって思いましたね。でもやっぱりそういう気迫、父は私のことを応援したかったと思う。もう今ならその父が洗礼を受けてくれたっていう気持ちがよくわかります。本当にそうやって最後の最後までと言っていただけるんですけど、もう私35歳なんですけど、あのいい年になるまで父と母に引っ張ってもらって背中を押してもらったなと思っています。ありがとうございます。そして今日のこの雨です。もう最低だと思います。なんでこんな大事な日にこんな天気になってしまったんだろうっていうのを朝の5時に目が覚めてからずっと考えていました。で、ちっともわからない、神様が私に何をおっしゃっているのか、この雨、この除海神の日のこの雨を通して何をおっしゃっているのかちっともわかりませんでしたけれども、先ほど除海神の席で皆様の歌声を背中に受けながら、あ、神様はきっと物分かりのあるいは私ですから、こんな雨なのに、こんな土砂降りの日なのに、こんなに多くの人たちが来てくれたんだよっていうことを、あなたは、私はですけど、私はそれだけ多くの人から期待されているし、その人たちの希望であるんだよっていうことを、神様は私に皆さんのお一人お一人を通して示してくださったんだな、そう思うことができました。本当にここに集まってくださった方、また、下でモニター見てらっしゃる方たくさんいらっしゃると聞きました。ダミアン・ポールにもいらっしゃると聞きました。皆様に申し上げたいと思います。ありがとうございます。長いですけど、あと一言だけ言います。山口教会と山口島根地区の皆様、ありがとうございます。20年前に除海式をやって以来、久しぶりの除海式で、何かこう、事前の統計だと900人ぐらい人が来るんじゃないかって言われていて、本当に準備が大変だったと思いますし、雨も降ってしまいましたから、直前までバタバタだったと思いますけれども、皆様のおかげで、なんとかこうやってふさわしい式、私にとってはまあ、あり余る式ですけれども、を挙げさせていただくことができました。ありがとうございます。カトリック教会元気がないって言われてますけど、そんなことないと僕は思ってます。僕の周りの信者じゃない友達は少なくともなんかその辺に来てくれてますけれども、あのカトリック教会期待してくれてると思いますよ。面白がってくれているかなって僕は思っています。あのそういう人たちたくさんいますので、どん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 イエス・キリストの福音を持ってね、そういう人たちに関わっていきたいなと思いますし、やっぱり喜びを与える使者として生きていきたいなと思っております。引き続きお祈りよろしくお願いします。派遣の祝福の後、その場で記念撮影が行われます。その後、平祭の歌とともに祭壇と司教が対応します。それでは皆さんお待ちください。司教様からの祝福をいただきましょう。皆さん、祝福をいただくために頭を下げましょう。今回をもって導かれる神が、その恵みによっていつもあなた方を守り、奉仕の務めを忠実に果たさせてくださいますように。アーメン。助祭にキリストの福音を告げ知らせる務めをお与えになった神が、あなたを助け
御言葉に従って生きる誠実な神の証人としてくださいますように。アーメン。神が司祭を命のパンと命の言葉を信者に与える真の牧者とし、信じる人々がただ一つのキリストの体としてますます成長していきますように。アーメン。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。ただいまより記念撮影を行います。司教および夫妻、助祭の皆様は2階の聖歌隊を向くようにお並びください。信者の皆さんはその場でお立ちいただいたもので、その場で後ろの方を見てください。通路真ん中の通路どうでしょうか。Thank you.
のとおりご用意されている伝えると大変に触りますお知らせください。この後祝福会を行いますが、天候によっていくつかの会場で分かれて行うことになります。混乱を避けるために皆様は指揮があるので、その場で力をお持ちいただければ